ドードーはおとなしい鳥よ。害は加えないわ。あら、青いタヌキ。僕はタヌキじゃありません。猫型ロボットのドラえもんです。ま、ごめんなさい。おかしくない。ごめん本当にごめんなさいね。ああ、いえ。ケリーよ、よろしくね。はい、よろしくお願いします。僕、のび、のび太です。よろしくね。はい。わあ、のび太くん。ん？あれ、なに？うわあ、なにあれ、でっかいカメ。あれはグリプトドン。カメのように見えるけど、れっきとした哺乳類。アルマジロの仲間なのよ。すごいや、こんなの見たことない。ここにいる動物のほとんどはとっくに絶滅した動物たちなの。ドードーはハトの仲間だけど飛べない鳥。インドリコテリウムは史上最大の陸生哺乳類と言われているわ。すごい、すごい。これはメガテリウム。怠け者類としては最大の種類なの。エラスモテリウムの角の長さは約2メートル。ユニコーンのモデルになったと言われている。あれはカリコテリウム。ゴリラみたいな歩き方だね。ほら、そこにも。エピガウルスよ。どうしたのかしら。ドラえもんはネズミが苦手なんです。あら、エピガウルスはネズミじゃないわ。うん、リスの仲間よ。おーい、誰かいないか。おーい、おーい、誰か。うわ、なんだ。誰か助けてよ。それでジャイアントモアはどこにいるの？はい、このポケットの中に。あれ？あらららららら、ちょっと待って。タイムトンネルの様子が変だっただよ。嫌な予感がするだ。ゴースケ、あの二人を元の世界に送り届けてね。私は研究所へ戻り調べてみます。